どうも、IS チャンネルです。2021年の10月30日から11月27日までの期間中の土曜日の夕方の5分間限定で打ち上げられる地元の茨城県の大子町の花火を撮影した時の動画を公開します。撮影日は11月13日です。花火が打ち上げられた場所は袋田の夜空は袋田駅から2キロ弱の袋田の滝の近くの町営袋田第二駐車場で、大子の夜空は日立大子駅から1キロの久慈川と押川の合流点の右岸です。2021年の10月30日から11月27日までの毎週土曜日の17時半からは袋田の夜空が、18時半からは大子の夜空が、それぞれ5分間打ち上げられる予定です。余談ですが、袋田駅のホームの裏側には袋田プラットフォームというものができていました。これは台風19号で鉄橋が陥落し、袋田と日立大子の間で1年以上不通の状態でしたが、今年の春に復興したことを記念して作成されたそうです。一応10人までは乗れるそうです。登ったところから線路の反対の花壇を撮影しました。ベンチに座って秋色に色づいた景色を撮影しました。この日の袋田の夜空を見てみましょう。この日の大子の夜空を見てみましょう。
と、まあ、2箇所で5分30秒と、ほぼ1箇所分の時間でしたが、夜空に大きな音の花火を聞けて、元気をもらえたような気がします。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。